皆さんこんにちは、なるほどてんです。今日も忘れないで大人になっても遊んでいきたいと思います。さあ今第13章ですね。前回こてっちゃんの、お母さんも、無事お助けできたので、今回はもう何と言っても主役に等しいのぞみちゃんですよ。いやー、この助けないといけませんからね。お、あ、今コインがあったみたいですけど、まあコインは一応たくさんあるからいいですか。ということで今回は、映画館に映画を見に行くんでしたっけ。その話し合いですか。その話し合いのために駅に向かわないといけないと。さあ路面電車、こちらですね。さあ路面電車来ましたね。誰もいないねと。まだ約束の時間までちょっとあるからねと。いやー、彗星が綺麗ですね。そういえば昨日が何でしたっけ、金環日食って言うんでしたっけ。太陽があれですね、その前に月が現れて、太陽がなんか欠けてしまうと、三日月みたいな感じでお月さんみたいに欠けてしまうっていうですね、そういう現象ですけど、あのさ、のぞみのことなんだけど聞いたと。え、何よと。引っ越しちゃうって話と。えと。いや、言ってなかったけどと。明日引っ越しちゃうんだってと。え、あ、明日と。うん、伝えてくれって言われたんだけど言い出せなくてと。そうなのか、それであんな手紙よと。じゃあ今日でお別れなんだねと。いや、寂しいですね。大丈夫なのかな、家に帰って住むと。またお母さんに殴られたりしないかなと。もうあれですね、本当のお別れになっちゃうからですね、助けないと。そうなのか、じゃあ僕と同じねと。うん、僕も。そうなのと。うんと。そっか、みんな似た者同士だなと。小手津の家も似たようなもんだしと。あっこのとこは大変そうだねと。あったのかい、あのお父さんと。うん、娘に近づくなみたいなことを言われたよと。あ、それ僕も前に言われたよと。そんなに難しいことなのかな、普通の家族って。そうだねと。渡るのお父さんとお母さんはそのどうしてと。おじいちゃんおばあちゃんってことですか。本当はね、わからないんだと。本当に死んじゃったのかどうか。え、どういうこと。いなくなっちゃったんだって、ずっと前に、赤ちゃんだった僕を置いてと。おばあちゃんはね、もう死んじゃったって言うんだ、だからと。だからもう忘れなさいってと。そっか、それは言っとと。いや、悲しいですね。ね、あのノートにさ、書いてあったよねと。七不思議をすべて解いたら願いが、叶うってさ、うんと。あれ本当かな。だといいんだけど、何か叶いたい願い事あるの。うんと。あ、もしかしてご両親に会いたいのかいと。違うよ、それはもういいんだと。なんですかね、幸せな家庭を築きたいとかですかね。おお、僕はね、家族を取り戻したいんだと。さあ、みなぞくんと同じ感じですね。僕の家族は亡くなっちゃったんだけど、僕が将来頑張ってさ、その優しい奥さんを見つけてさ、それでね、僕の子供たちが僕と同じ思いをしないでも済むようにしたいんだと。またルート。お父さんも呼び捨てに。僕にできるかなと。と。あれ、へへ、変なこと言っちゃったかな、ごめんごめんと。あのね、さ、あのねと。僕うまく言えないけど、あのねと。どうしたのと。できるよ、きっと。絶対できるよと。だからさ、それまでさと。体に気をつけて元気で暮らしてねと。ありがとう。謎ですね。でもなんだよそれ、なんか年寄り扱いだなと。お、来ましたか。お、来たと。ね、みんなと隠れてと。うん、ぐすんと。早く早くと。さあ、お父様とお母様ですよ。意外、ちゃんと来たのねと。うん、まあねと。誰も連れてきてないわよねと。すごいですね、直感が働くんですかね。もちろんと。そっか、じゃあ次の電車が来たら行きましょうかと。あのさ、よく考えたんだけど、僕やっぱりと。お、マスクの方がいらっしゃった。
あ、靴だけ女どうしてと。どうしてここにと。やっと見つけた。今までどこにいたのよと。お母様ですか？おお、お母さんと。お母さんと。どういうつもりなの？もう警察に行くところだったわよと。帰るわよと。やだって。バシッ。ああ。帰ればいいよ。殴ったわねと。お母様にも殴られたことないのにみたいな。だから何すのみやと。口答えする気なら何とでもと。やめろよと。どうしてどうしてだよ。なんで子供を殴るんだと。大人がそんなってからみんなそんなってからと。当たると。誰よその子と。友達セット。何よと。あ、待ちなさいと。のぞみと。のぞみと。ああ、お母様も名前が違うパターンでしたね。まあ確かに小学校の時はあだ名で呼ばれることは多かったですけどね。まあ私でしたらなるんとか、そんなことないですけど。もう大丈夫だよ。追いかけてこないってと。はあはあと。ね、大丈夫？のぞみと。何かって言った。ほっといて言うと。大丈夫こんなの。いつものことだもんと。ほっとけないよ。ほっとけるわけないだろと。いつも殴られるのか言った。今日が初めてお母さんにぶたれたのはと。じゃあと。違うの。母さんじゃないのよと。でもと。ありがとうと。待ってよ。どこ行くのさと。あれ、じゃあ映画見に行かないですかね。はあはあはあ。はあはあ。息切れが。やっぱり元気だな、昭和の子供と。はあはあ、体育の授業をサボってばかりいたからなと。いや、大人になったらもうあれですよ。すぐ結構歯入っちゃいますからね、動いたら。あれ、地震かなと。いや、そんなことより、二人を追いかけなくっちゃと。多分学校の方に行ったんじゃないかなと。ん？ってことはまたタイムマシンが降ってくるんですかね？ 33 年前。それに乗って元の世界に戻らないといけないからタイムリミットが72時間ってことですか？学校こっちですか？上の方でしたよね。まあ、結構距離的に短いんですけど迷っちゃうんですよ、なぜか。いやー、それにしても、のぞみちゃんのお母様、まあ、おばあちゃんですけど。あんな格好してるんですか？普段から。うわあ、地震。こんなに揺れますか？地震。ここが地震少ないから、少し揺れただけでびっくりしますけど。なんだこの紫、地震って前にどこかで聞いてるような気がするぞと。なんだろう、僕は一体どこで聞いたんだっけと。ん？どこでしたっけ？人から聞いたんじゃないですかね。大地震？なんか違う感じがしますね。やっぱり違う。誰から聞いた？誰から？アッコちゃんあたりですかね。未来ちゃん？まあでも昔の地震があった、今、この、今の時代の人が知ってるわけないから未来ちゃんですかね。夢で見てもないですね。チラシ？七不思議ノートに書いてましたっけ？地震。お弁当箱？お弁当箱は名前が違う渡るくんのでしたが、チラシ？合ってるの？ 合ってました。未来でここに来る前にもらった、なんだけど、お父様の地図ですか？ああ、鏡小学校、震災被害者慰霊祭。あ、お母様言ってたとこでしたっけ？震災と。33年前のあの時と同じく、間もなくまたあの彗星が巡ってきますと。未来で黙祷を捧げましょう。不幸にも亡くなった子供たちのためにと。
子供たち亡くなったと33年前彗星の巡ってくる日追記、現在の鏡小学校では夜間の生徒の立ち入りは厳しく制限されています。コーナー崩落事故のあった体育倉庫も現在は建て替えられ、耐震性もしっかりと確保されています。保護者の皆様はぜひご安心。事故のあった体育倉庫だってとまさに危ないですね。でも地震ってもう今起こったんですかね。僕はようやく気づいた時間切れギリギリのこの時になってと、自分が何をしにここに来たのか、僕が止めなきゃいけない決定的なある出来事の正体にと、チラシに書かれていた時刻まであと10分、あと10分なら間に合いそう。さあ第13章、急転直下とはこのことだったんですね。エンドと。さあ第14章、帰還ということで、お戻るんですね。渡るのぞみと、母やっぱりここだったかと、息切れが、さっき走ったばっかりだろ、どうしたのよそんなに息を切らせてると、あっと、ごめん、湊忘れてたよ、湊置いてきたのと、はは、違うんだよ、何をどうしたのと、説明は後でするよ、今は時間がないんだと、アッコとコテツは まだまだ中にいるのと、それがさ、わからないんだよと、わからないと、開かないのよ、この扉と、鍵がかかってるみたいなんだと、でも鍵持ってますよね、確か、拾ってますからね、おい、誰か外にいるのかと、その声はコテツかいと、そうだ、おい、この扉開けられないか、外から鍵をかけられちゃったみたいなのと、外から鍵だってと、確か夢で見てましたよね。どうしてなんで鍵がと、なんでって、それ倉庫だからね、用務員さんが閉めちゃったのかもと、そんなダメだ間に合わないと、何おしっこと、考えろ考えるんだと、諦めちゃダメだ、絶対なんとかなるはずだと、だって僕はこのためにここにやってきたんだからと。え、鍵持ってますよね、あれ持ってなかったでしたっけ。おっと、そういえば今見ましたけど、湊さん主人公のお母さんは洋服同じじゃないですか。のぞみちゃんと今、まあ同一人物ですけど服装が同じという。プールにありましたよね確か。話した方が良かったんですかね。鍵持ってるから普通に鍵、あ、なるほど、のぞみちゃんが持ってるんでしたっけ鍵を。一緒にプールに入ってましたからね。あれ、ダメですか。普通に鍵で調べれば、あれ鍵で、そうですよね、調べればいけるんじゃないですか。持ち物を使うと、普通に体育倉庫の鍵持ってますけど、え、ダメなの？こんな鍵、体育倉庫の鍵と、うおーこれだーと、いや良かったですね、スペアだったんですかね。こてつ、あっこうと、なぜか白黒、あー危ない、わーキャーと、うーと、う、あっこうと、こてつーと、あっここてつーと、えっと、あれ戻ってきてる、戻るのはオートで戻るんですか。あっこたちはと、お、これで歴史が変わったんですか。これ神社ですからね。ちょっとおじさんが向こうにいるからお話聞いてみますか。なんだこれ、工事中、一体いつの間にと。いや違うぞ、まさか戻ってきたのかと。ここはもしかすると、どうだ、左に工事
現場のおじさんが、ああいらっしゃらない、じゃあもう2丁目に行っていいんですかね。いやそれにしてもなんか災難なあれですよね。いや未来じゃなくて過去あれですね。なんかすごい事件だらけでしたね。さあ戻ってきてます。これはと、あなたとコンビニじゃなかった、なんかコンビニがありますね。はいですね、やっぱりもう10年20年ですごい変わりますよね。なるほど、もう30代ですからこんなに時代が変わるなんて、とまたこれからも変わっていくんですかね。よし、少し街を見て回ろう。ちゃんと未来が変わってるか確かめなくちゃと。じゃあお話聞きますか。どうした坊やと。何道に迷った、まあ無理もない、似たような道ばかりだからねと。そう、おまわりさん説明してくださいますからね。どこ行きますかね。神社だからお墓に行ってみますか。そういえば父の子どうなったんですかね。さあ、なんか若干アプリが重くなってきましたけど、動きが。じゃあ墓地行って、小学校を見に行って、で駅ですかね、順番的に。ん、そりゃ未来ちゃんどこでしたっけ。いや過去にワープするとき未来ちゃんどこでしたっけ、忘れちゃった。僕は写真家なんだ、久しぶりにこの町に帰ってきた、ずっと海外で仕事をしててねと。もっと早く帰ってくるべきだ、まさか彼女がこんな冷たい土の下にと。せっかく夢を叶えたというのに、運命とはこんなにも残酷なのかと。あれですよ、ここのお墓どなたかいらっしゃいましたね。あ、土の子ちゃんないですか。時渡りさんのお墓もお父さんの名前が刻んであるかみたいですけど。さあでは、小学校行きましょう。ああ行きたいけどちょっとあれですか、お時間がもう17分、もうすぐ18分になっちゃいますね。あそうだ、コンビニ新聞でも見てみようと。まずは日付を確認しなくちゃねと。 あそこに捨ててあるぞ、ちょうどいいやと。さあまさか未来に飛んでいってないとかないですよね。どれどれと。あらはばき彗星、まもなく見ごろと。やっぱり33年後なんだ。ちょうどこの日に戻ってきたんだ。それから日付は新聞でどこに日付かと。だいたい上じゃないですかね。昭和95年8月 X。え？昭和95年ということ、昭和が続いているってことですか？もしかして。もう今、平成も終わって令和になりましたけどね。とにかく少し街を歩き回ってみようと。さあどうなったんでしょうか。ああお金を振り込まれたらダメですよ、もう ATM 操作、お金に関してはダメと。あ、こてつの家はまだあるぞと。あれでもなんだこの張り紙と。ご都合により閉店いたしますと。長年のご愛顧に感謝いたします、4代目店主よりと。ああ、やめられちゃったんですかね。あれ、なんだよ、潰れちゃったのか、ここと。まいったな、うち風呂ないのにさ、と。ああ、駅舎さんの木描きたいけど。お、なんか立ってるんです、ここ。見ろよ、この手抜き工事。あそこの柱なんか、繋がってないで、ははと。うん、知らねえよ、と。俺のせいじゃないからね、と。あ、こっち行けなくなってる。あと1丁目に行くしかないですか。さあでは、時間が来てしまいましたので悲しいですけど一旦ですね、今回の動画終了させていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。